アクイファーズの後、再びケインに会えるとは思っていなかった。彼女は私たちと同じものを探していた。デイモスのデータドライブ。それはセーフハウスから隔離エリアの CIA ブラックステーションへと移されていた。なぜ豪商欄は彼女を狙ったんだ。豪商欄じゃない。商欄はデイモスに操られていたんだ。デイモスは彼女を嫌ってるんだろう。彼女を信じたのか。いや、だが彼女がブラックステーションまで導いてくれるなら、それに乗る価値はあった。Q ゾーン、シンガポールの隔離エリア。まさかあそこに戻るとは思っていなかった。悪い思い出か。いい思い出じゃないことは百も承知だろう、ドクター。あの場所はまるで生き証人のように5年前の出来事をありありと蘇らせる。必要以上の長居はせず、すぐに帰るつもりだった。デイモスの正体を突き止めたら、さっさと引き上げるんだ。デイモスに関するデータドライブは暗号化されて2つに分けられていたとケインは言った。ドライブにアクセスするにはその両方が必要だった。錠前と鍵のような容量だ。錠前の方はブラックステーションにあったと思うが、鍵はどこにあった。鍵はドックの近くだ。アンデッドの中枢、猛烈な敵。私たちは DNI 装備のマイクロミサイルランチャーを持ち込んだ。どれだけ武装してもやりすぎではなかった。加えてドックの大半を一掃するためのドローン攻撃を用意した。しかし迫り来る凄まじい嵐の強風に足止めされ、成功する保証はなかった。身を固定する必要が生じた場合に備え、スパイクアンカーを手に取った。ドックでの攻防の後、廃墟となった警察署でケインと待ち合わせることになった。さらにバルちゃん、弱いものを餌食にするんだ。イモータルズの崩壊後、奴らはシンガポール全域を受け継ぎ、開拓時代のアメリカ西部を歪めたような場所に変えた。セーフハウスでの出来事の後、私たちは奴らの注意を引いた。縄張りの中に私たちがいることを奴らは心よく思わず、地元民を利用して私たちへの見せしめにしようとした。なぜ介入しなかった。彼らを救えたかもしれないのに。リスクを計算したんだ。おとなしく隠れている必要があった。しかしチャンスはいつでもあるだろう。チャンスは10億分の1だ。そんな確率が嬉しいかも。今日死ななくても奴らは明日死ぬ。明日死ななければ明後日だ。誰だっていつか死ぬ。生きたままこの世を去る奴なんていない。奴らを救おうとすれば、私たちの首に首輪がはめられることになったかもしれない。私たちがそこにいたのは二人の人間を救うためではなく、残りの全員を救うためだった。できる限り警戒されずにブラックステーションに入る必要があった。アンデッドとバルチャーに狙われるのは何としても避けなければならなかった。すでに勝ち目はなかった。
風が勢いを増し、いつ嵐に見舞われてもおかしくなかった。運よく私たちはスパイクアンカーを持っていた。それが必要になろうとしていた。まずはドローン攻撃を待つことが作戦だった。敵が一掃されれば私たちの出番。ミサイルは役に立たなかった。風が強すぎたんだ。その時あの巨大な船が流されそうに見えた。ドックを粉々にしてデータドライブを積んだまま行ってしまいそうだった。ヘンドリクスは放っておけと言った。私たちの目的はアンデッドを始末することだ。今更目的を変えるわけにはいかない。私たちはドライブの最初の半分を確保した。そして情報をケインにアップロードした。ヘンドリクスは操舵室を捜索しに行った。風のうなり声がそこに居続けることの危うさを暗示していた。
河川が流されこちらに迫っていた。瞬時に考えなければならなかった。そして必死に持ちこたえた。待ち合わせの警察署に向かうつもりだったが、道から外れてしまっていた。時間を取り戻すため、浸水した地下鉄を通り抜けることにした。アンデッドを一掃し合流地点へと向かった。その場にいる生き物は私たちだけじゃないことが分かった。その矢先、バルチャーが汽船を制して私たちをスクラップにする決意で向かってきた。私たちを追い詰めれば奴は大儲けできる。奴が大儲け？なぜだ？私たちはデッドキラーだ。バラして部品にすればブラックマーケットでかなりいい稼ぎになる。しかしお前はアンデッドと戦うためにいた同盟関係だろう。私たちが人類の救世主だった2070年にはそうだったかもしれないが、2075年には誰もが私たちの部品を欲しがってた。こいつだって自分の分け前が欲しかったんだろう。だがケインがその役割を果たし事態を収束させた。よく訓練されていたな。彼女は CIA なのか、ウィンズローアーコードか。彼女は叱るべき時に叱るべき場所にいただけだ。ブラックステーションに移動する前に他の問題が起きた。どこで計画が狂った？スカベンジャーを考慮に入れてなかった。奴らはデッドキラーが自分たちの真っ只中にいることに気づいた。ケインは
その先にある通信用のリレーを私たちが妨害すれば、バルチャーをブラックステーションから引き離すことができるかもしれないと言った。少なくとも必要なものを手に入れるだけの時間は稼げると。目立たずにいることは諦めるしかなさそうだな。言っただろう、デッドキラーにとって重要なのは常にプラン B を用意することだと。必要なのは問題を引き起こすことではなく解決策だ。投げかけられた状況に適合するのか。適合するか死ぬかだな。ああ、適合するか死ぬか。ケインとはチャイナタウンの外で合流することになっていた。通信を妨害したおかげでブラックステーションで対処すべき厄介事は減った。あとはドライブを手に入れて引き上げるだけだ。お前はそこにいるのが耐えられなかったんだろう。この町に戻って何かに取り憑かれている感じがしたんだな。セーフハウスでその感覚に取り憑かれたんだ。監視されているような、何かが私を見つめていた。何か何者かではなく、何かに引っ張られて導かれている感じがした。振り払うことができなかった。ケインとの待ち合わせ場所はすぐ先だった。ケインと落ち合う頃にはアンデッドが街中をうろつき回っていた。ケインはどんな計画を？奴らの喉を詰まらせてくたばらせることを考えていた。まったく彼女は戦いを恐れず、むしろ歓迎しているようだった。楽しんでいた。お前みたいに。いや、バーサーカー、つまりは純粋なデッドキラーさ。Yeah!
ブラックステーションで何を見つけた？殺された CIA のスタッフだ。データドライブを探していたのは私たちだけじゃなかったんだ。おぞましい光景だった。ケインがすぐにドライブを回収した。何が分かった？デイモスの情報は見つけたのか？文章を見つけた。日記だ。15年前、そしてそれ以降の年月に何が起きたのかを物語る生きた証だ。 CIA のマインドコントロール実験、プロジェクトコルブスをそれが解き明かしてくれた。科学者たちは2つの生化学化合物を結合させたんだ。ノバ6とエレメント115と呼ばれる何かを。それらを結合させて科学的な混合物を作り、被験体の DNA に注入した。彼らをコントロールするために。彼らをコントロール？この死体だ。プロジェクトコルブスが行われていたコアレッセンスでは、彼らは患者ではなかった。触法精神障害者の囚人だ。科学者たちは彼らを治せると信じていた。人をより良い状態にできると。だが実際には彼らは開けてはならないゲートを開けてしまった。絶対悪に満ちた別次元、マラムへのゲートだ。今口にするだけでも馬鹿げた話だが、奴らは自分が何をしているかも理解せずに開けてしまった。そして彼を通したんだ。デイモスだな。デイモス、恐怖と戦慄の半身。彼はコアレッセンスの惨事を引き起こし、地球に6115を放ってアンデッドを生み出した。テイラーのチームに関する詳細があった。奴らはデイモスに仕えてアルマゲドンを引き起こす手助けをした。もう一方の神に関する情報もあった。ドロス、策略と欺瞞の半身。デイモスは彼女をあまり好いていなかった。研究者には名前はあったのか？誰がこの文章を書いたんだ？ああ、名前は…待ってくれ。なんてことだ。ドクター・サリム。